ダッセルは、ドイツのニーダーザクセン州、ノルトハイム郡に属す小都市である。ダッセルは、アインベックの西、ゾリングの北東辺縁部、ホルツベルク山地の南から、南東部、アムツベルゲ山地の南、エレンザーの森の西にあたる。すなわち、ダッセルはドイツに98ある自然公園の一つである、ゾリングフォーグラー自然公園の端にあたる。 海抜528メートルを最高地点とする、ゾリング山地のブンテル砂岩の山並みがダッセルの市、境に伸びている。緩やかな牧草地の谷や清らかな小川によって細かく分割された油菜、株、穀物の畑が、絵のような風景を作り出している。市内をシュピュリヒバッハ川が流れ、ダッセルの南東わずか数百メートルの場所でいる目川に、注いでいる。 ダッセル市は17の地区からなる。行政中心はダッセル地区にある。温帯に位置しており、長年の平均気温から最低気温が摂氏0度を下回ることはほとんどなく、最高気温が摂氏20度を超えることも滅多にない。1961年から1990年までの間の年間平均降水量は879ミ、mm、リメートルでドイツの平均値を上回る。 風光は西風が主である。ダッセルは826年から876年の間にカール大帝によって征服されたザクセンに属す B 社ダセラとして建設された。この初期の農民の定住地は10世紀末のセーラウレンティウス教会の創立により重要性を増していった。このロマネスク建築はシュピュリヒマフハガーの右岸に建設された。 2022年に新聖ローマ皇帝ハインリヒ2世は、この教会をマインツ大司教から取り上げヒルデスハイム司教区の管理下に一した。1113年のダッセル博の創設により、ダッセルはその首輸となり、約2世紀の間、政治的、経済的成功の時代を過ごした。この頃、ダッセル博家の最も有名な人物である、 ライナルト・フォン・ダッセルによって、ダッセルとマッケンゼンとの間に、フンネズリック城が建設された。ハクが、権力中心を南に移動した後は、農民の教会、交易、手工業、市場の町となった。13世紀の最後の10年間に、ハクは、急速に権力を喪失、アインベックや、ウスラーといった、周辺地域の多くが、ベストファーレン領となり、 ダッセルとその近郊の村落はヒルデスハイム市境に売却された。これ以後重要な通称、交易路はダッセルを素通りするようになり、この町の発展はほとんど停止した状態となった。ダッセル市内に残る中世の死壁跡1310年、ヒルデスハイム市境によって、ダッセル周辺地域はヒルデスハイム市境領の飛び地となり、古いフンネス陸上だけでは、 不十分でさらなる軍事防衛施設が必要なことが明白となった。こうした背景から、早速1315年にアルフェルトに準ずる都市圏がダッセルに授けられ、これにより堀、り、壁、塔といった防衛施設を建設する資格が付与された。1392年の大化により、ロマネスク様式の教会は消失した。1447年、 新しいラウレンティウス教会が完成した。この教会は1519年に再び起きた火災により損傷したが修復された。ヒルデスハイム司教はこの飛び地の大干渉をフンネスリュック城に置いた。ブラウンシュバイク・リューネーブルク家のカレンベルク公営リヒ一世およびボルフェンビュッテル公。 ハインリヒ2世とヒルデスハイム司教との間で戦われたフェーデでこの街は砲撃を受け占領された。1650年頃にマテウス・メイリアンによって作成されたエーリヒスブルク城の同伴が1523年の平和協定によりヒルデスハイム司教はダッセルをカレンベルクコエイリヒ1世に割上した。エーリヒ1世は 数キロメートル北東の湿った低地に1527年から1530年にかけてエーリヒスブルク城を建設した。エーリヒ一世はこの城をダッセルの行政府とした。1539年にはダッセルにラウェンベルク、リュートホルスト、ポルテンハーゲンを包含するアムトが創設された。30年戦争では1625年にダッセルは ティリー博によって破壊された。戦争の結果、1643年にヒルデスハイム市教は1523年まで領有していた地域を回復した。これにより、ダッセルは再びヒルデスハイム市教領の飛び地となった。また、1523年以前同様、フンネスリュック城が行政中心となった。しかしこの当時、 フンネスリュック城は城壁跡を残すだけであり、行政活動を行うためのオフィスに相当する建物が建設された。1688年、ヒルデスハイム司教ヨプスとエドムントフォン・ブラベックによって、市営の製鉄所が設立された。7年戦争ではダッセルは通過する軍隊を宿営させ、無償で物資の供給をしなければならなかった。ダッセルは1802年に、 プロイセン軍によって占領された。その直後、ティルジットの和訳によって、数年間ベスト・ファーレン王国領となった。ライプツヒの戦いの結果、フランス支配から解放された、後ダッセルは、領土分配によって、ヒルデスハイム市教区の一部である、ハノーファー王国領となった。1811年、1848年、1850年に、 繰り返し起こった火災により、死の大部分が破壊された。貧困を、リンネルの生産と販売によって克服しようという試みがなされたが、少数は移民として流出していった。この頃、行政機構は、アムト・エイリヒスブルク・フンネスリュックに統合され、1859年にアムト・アインベックが創設された。ハノーファー王国は1866年に、 プロイセン王国に併合された。20世紀初め、この街の人口は1462人であった。1920年頃には1601人に増加した。二度の世界大戦でダッセルは建物の被害を受けなかったが、多くの戦死者や行方不明者を出しており、これらの人を追悼する戦争記念碑が建設されている。1930年にこの街は、 自立行政都市となった。ダッセルの領有者の推移ダッセルは中世にはダッセラ、またはダッセルと表記されている。言語学者はこれを川沿いの湿った場所にある村を意味していると指摘している。ダッセル博は1325年に断系の家系が断絶し、現在ダッセル家を名乗る者は15世紀に創設されたダッセル家に由来する。十九世紀の移民によって、 ダッセルという名は、アメリカ大陸にもある。例えば、ミネソタ州、ダッセルは、ベルンハルトダッセルにちなんで名付けられている。ダッセル氏の市議会は2 8議席からなる。ダッセル氏の紋章は、青地に、八つ股に分岐した銀色の鹿の角と12個の玉が描かれている。市はこの紋章を1646年に採用した。この衣装は同時に印象としても採用され、 これ以後、都市圏の授与以来使われていたラウレンティウスの印象にとって変わった。この衣装はダッセル博の紋章に由来する。12世紀から13世紀には盾や長持ちといった所持品の目印として用いられ、13世紀の初めには硬貨にも使われた。例えば、コルバイ修道院では鹿の角が刻印されたアドルフ・フォン・ダッセルの効果が見つかっている。ダッセルの旧、 粉引き場ダッセルの住居建築は19世紀までは、もっぱら木組建築であった。教会と丸くと広場沿いの市営粉引き場だけが、石造りであった。16世紀に建設された、レリーハウゼン地区のメルテンシュピースハウスは、木組建築の様式をゾリングの砂岩建築と融合させていた。この建物は20世紀に解体され、新たな建物として建設されたが、 これは木組建築ではなく、砂岩のファサードの一部を保持している。現在、昔ながらの佇まいを残す木組建築は、中心部の外にある集落に多くある。1945年以後旧ドイツ東部領土の故郷を追われた人々が流入したことにより、多くの人は何年もの間途端作りの小屋に住まねば、ならなかった。その後、大規模な土地活用により活発な建設工事が、 怒った。この土地活用は21世紀になって人口が減少に転じると住宅建設からオフィス建設に移行した。ダッセル中心街の唯一の機能建築が視聴者である。1970年代の視聴者建設に伴って市壁前にあった歴史的な公衆浴場が取り壊され芝生の広場となった。ダッセルの自衛消防団は二つの文書に六百人以上が 参加している。この消防団は11台以上の車両を有しており、また14ある集落の消防団も合わせて18両の車両を有している。参加者の大部分はダッセルとマルクオールデンドルフの文書に所属している。年間150件の出動の90%がこの2つの文書で起こっている。旧ダッセル百八十三年から二千三年まで単線。 全長 13.1km のイルメ鉄道が、ダッセルとアインベックとを結んでいた。この鉄道は1975年5月31日に旅客運行が廃止され、2002年12月20日に貨物運行も廃止された。バーンホーフ通りの起点である駅舎は、旧市街の東にあり、住宅に改築されているが、現在でも、要因に元の用途を想像することができる造りである。 現在は、イルメ鉄道、GMBH の多くの地域バス路線がダッセルと、中級中心都市であるアインベックや、シュタットオルデンドルフトを結んでいる。修道 L580、20世紀に入るまで、千年の間、工作や牧畜などの農業がダッセルの経済を支えていた。13世紀に、炭焼き、家事や大工といった、手工業や林業がこれに加わり、 ダッセル経済の大きな部分を占めるようになった。12世紀以降は、金属加工が重要な役割を担うようになった。16世紀には、レリーホイジシェパピーミューレという製紙業が設立され、重きをなすようになった。18世紀には、繊維業者がダッセルに現れた。こうした歴史的な経済分野はいずれもダッセルに現存している。二十世紀から十一世紀には、 金属化工業が最も重要な分野となっている。こうした工業分野の他にサービス業も成長してきている。旧視聴者ゾリングのノイアーチコレラの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。